バーチャル活動を始めて1年半経ちましたのだ。時間が経つの早いな。いろんな活動をしてきましたのだ。そして考えることもたくさんあったな。ですのだ。表立った活動よりもいろいろ考えてたことの方が多い気もしますのだ。配信内容とかはもちろん、あれどうにかしなきゃっていうのが意外と多かったな。どんなのがあったっけ。そうだな、事務・雑務の効率化、かける時間とお金の割合、相談できる相手、健康について、数字以外の目的とかかな。これからバーチャル活動を始める人の参考になるかもですのだ。ちょっとお話ししますのだ。1つ目は事務・雑務の効率化ですのだ。はじめはそうでもないけど、活動の幅が広がってくると一気に事務作業が増えますのだ。イベント参加手続き、オーガナイザーさんへの連絡、参加ディスコードへの連絡、ブースの準備などなど、テキストを打つことが意外に多いな。データ整理も大変になってきますのだ。ああ、配信を重ねるにつれ特に画像素材が多くなってくるな。それらの整頓にも時間がかかる。最初のうちから整頓用のフォルダテンプレートを用意したり、メールに使う TKM を登録しておくと便利ですのだ。ちょっと仕事感が出てしまうが、効率化は大事だな。節約できた時間を活動する上でもっと重要なことに使える。動画制作もできるところはテンプレート化してるもんね。ああ、毎回使う素材を全部共通フォルダに入れたり、エフェクトを素材登録したりな。二つ目は、かける時間とお金の割合ですのだ。時間もお金も有限なわけで、マネタイズがまだの段階だと特に考えなきゃですのだ。うん、バーチャル活動はまず時間がかかる。配信している時間だけでなく、その準備は一つ目の事務作業もあるしな。時間とお金の割合を考えなきゃですのだ。例として分かりやすいのはアバター制作だな。時間をかけるなら作り方を勉強して自分で作る。お金をかけるなら誰かに発注だ。できればお金をかけたくないって人は多そうだけど、時間も大切ですのだ。時間を節約して仕事に回し、活動資金を貯めるというのもありだな。ちなみに僕たちの場合は、自分で作る、作れるようになるっていうメインの目的があるから、時間の方をかけてますのだ。逆に表での活動に時間を全振りしたい人は、作るための時間の代わりにお金を使う方法もありだ。3つ目は、相談できる相手を見つけるですのだ。ともかくやること、考えることが多い。その中で話せる、相談できる相手がいるのは大きいな。活動内容のことなのなんとかなっても、人間関係、アンチ、嫌がらせとかの部類になってくると、一人で抱えるのは重すぎますのだ。一つ、バーチャル活動で難しいところで、世界線の違う友人がいても、バーチャル活動がどういったものか知っていないと相談しにくいってことがあるな。バーチャル同士で相談し合える相手がいたら良きですのだ。そうだな。時折バーチャル同士で裏で仲良くしやがってみたいな意見を見かけるけど、そういうのは気にしない方がいいな。死活問題だからな。四つ目は健康についてですのだ。これは現実問題、実感してしまうな。バーチャル活動はあんまり体を動かさないから、どんどん運動不足になっていきますのだ。そして時間を使うことが多いから、どんどん寝不足になっていく。健康面でガタが来て活動休止というのもうなずけてしまう。しかも体だけじゃなくて精神面の不調も大きいですのだ。さっき出た人間関係、アンチ、嫌がらせとかな。バーチャルはいわゆる病む可能性が非常に高い活動だと思う。相談できる相手を見つけるのもそうだし、少しでも体を動かす機会を作るのも大事ですから。健全な精神は健全な肉体に宿るってな。この流れで5つ目、数字以外の目的を見つけますのだ。以前の動画でも解説したが、数字を一番の目的にしてしまうと一気に病む。他の人と比べちゃったりね。詳しくは以前の動画見てほしいですのだ。精神面の不調を予防するって言ったらいいかな。具体的に自分の身になることを目的にすると効果的だ。僕たちの場合は2つ目でもお伝えした、自分で何かを作る、作れるようになるっていう目的があるから病みにくいかもですのだ。改めて話してみると、俺たちもいろいろ考えてたな。あらかじめ考えておくと予防や回避できることは多いな。ですのだ。ちょっとでも参考になったら嬉しいですのだ。普段はこの姿で配信していますのだ。チャンネル登録、ツイッターフォロー。